バイエンは、森田総平の長編小説。1909年1月から5月に、東京朝日新聞に連載。1910年に、助産堂より、バイエン第一文札が刊行され、3文札まで同社より、1913年に、新潮社より第4文札が刊行された。世間を騒がせた自らの真珠未遂事件を描いた。 告白小説であったため大いに注目され、実質的な出世作となった。夏目漱石門下の森田宗平は、1908年、女学校教師をしていて、生徒の平塚明子と恋仲になり、すでに妻子もあったりしたことから、栃木県塩原へ駆け落ちし、心中を試みるが果たさず、帰郷、終分となる。漱石は、 東京朝日新聞の文芸欄を担当していたことから総兵にこの事件を書くことを勧め、森田は平塚家の許可を得て、小説として1909年1月1日から5月16日まで127回にわたって連載した。題名の梅園は、主人公の陽吉と智子が球段中坂で、当時小石川にあった東京方兵交渉の煙突が、 吐き出す煙を冒険しての会話から取られた。本作で森田の描いた秋小僧が気に入らなかった漱石は、その後、1909年6月27日から始まった自身の連載小説、それからの中で登場人物に梅園があまりうまくないと批評させた。なお、事件のあった1908年の9月から連載した。 漱石の三四郎に登場する里見峰子は漱石が思う秋小僧が元になっているという。1932年に岩波文庫に入った。1955年に角川文庫版。1999年に佐々木秀明と根岸正澄によるつまびらか中売園が刊行された。平塚来町は 連載終了と同時に、偽らざる告白私が、反省の努力によって得たる人生観を発表し、バイエンの主人公二人に同情できないと批判し、1910年の新調のインタビュー記事、小説に描かれたるモデルの感想では、森田は結局自分のことを理解しておらず、小説に表現できていないと述べている。後に、原始、女性は、 太陽であった平塚雷鳥辞典でこの事件を描いた。塩原事件については佐々木秀明、新しい女の到来に詳しい。小島陽吉は一生帰りたくないと思った母のいる田舎の岐阜に母の用事で帰る。里方には妻子を預けてある。父の生前から母には男がいるが、その男のために山林を抵当に、 借金するのが母の希望で、陽吉は一切を母に任せて帰る。陽吉は村人の噂で自分はその男の子ではないかと疑っている。帰りの列車内で陽吉はお主のことを思う。お主は同い年、陽吉が世話になっている金物屋の娘で去年秋離婚して戻ってきている間に関係を持った。帰るとお主が泊まりに来ていた。 友人神戸から金曜会を始めるから出席しろと言ってきていた。お主は翌日姉の家に帰る。陽吉は金曜会会員のあの世の楽園を顔に押されたような暗い影のある真鍋智子を紹介される。陽吉が急性リ町マチで入院して、智子は神戸と見舞いに来る。智子は陽吉の心を引きつける。智子は陽吉から英訳。 死の勝利を借りて帰る。ともこ、神戸と入れ違いに妻住子が、田舎から急に見舞いに来る。住子が来てから、お主のついたちおきの見舞いがなくなり、ともこもおとさたなし。陽吉は、一月あまりで退院し、家に帰るが妻と子供がいるので憂鬱である。金曜会でともこと会い、手紙も交わし、ますます引きつけられる。偽って、ともこを呼び出し、告白し、 初めての熱烈なキスを交わす。とも子は強い酒やタバコをたしなむ。街へ出て、このままでは帰らないと言い出す。どうにでも、先生のなさるようになりたい。彼らは手を取り、上野の闇を歩く。とも子は、陽吉の胸に顔を埋めなき、苛立たしげに身もだえする。陽吉はたじろ儀。とも子は、冷ややかな失望のこもった声で、もう帰りますと立ち上がる。 翌日、とも子は約束の場所に現れない。陽吉が帰ると、とも子の手紙が来ている。昨夜の行為は虚偽に満ちたものだ。自分の住む世界は感動のない世界、氷獄の中だとある。陽吉はもてあそばれたような気がする。煽られて、妻の目もはばからず翌日、とも子を呼び出して会う。とも子から、自分は、性欲の起こらない女だと告白される。陽吉は、 ギラリと電光を頭の中へ送られたような心持ちがした。合い引きの家を出た陽吉には全てのものが正状と映る。夕暮れの瑠璃色の中で砲兵交渉の煙突が黒煙を吐いている。煙がようございますね。私、梅煙の立つのを見ていると真実に良い気持ちなんです。あなたの心の動揺を象徴的に表してるようだから、とも子は答えない。 彼らの関係は深くなっていく。とも子はあからさまに死を求めてくる。死場所を求めてさまよい歩く。幼い子供が脳膜炎にかかった時だけ、陽吉も心配するが、子供が死亡すると、妻に遺骨を持たせて故郷に帰す。彼らは、塩原の奥、雪の尾花峠に分け入り、陽吉は死を思いとどまり、とも子の手を取りつつ倒れては起きながら、愛用して、 月下の雪の上を、一足一足と踏んで頂上を目指して登る。だんだん月の光が、ぼんやりとして、朝の光に変わってゆく1908年3月21日、会計検査員第4課長、平塚忠次二郎の次女で22歳の平塚明子の、創作願いが出され、翌日友人宅に届いたはがきから宇都宮、日光方面の列車に乗ったことがわかり、 栃木県警が捜索に当たったところ、23日に、塩原温泉の山奥にある、小花峠で、文学士の森田米松と共に死に場所を探し、さまよっているところを警官に発見された。当時森田は、整備女学校で、英語教師をしていた生田長高らが、女流文学者を育てる目的で校内で始めた、研修文学会で、よさの秋子らと共に講師を務めており、 同会には、アキコの他山川キクエラ15、6人の女性が、聴講していた。アキコは、出本前に友人に、恋のため人のために死する者にあらず、事故を貫かんがためなり、事故のシステムを、まっとうせんがためなりという衣装を残していた。後のアキコの回想によると、雪山でさまよううちも降りたが、 人を殺すことはできないと言って、真珠に使うつもりだった、アキコの懐刀を谷に投げ捨ててしまい、金のあるうちだけ生きて、のたれ死ににするのだなどと言い出してうずくまってしまったため、アキコは腹立たしさと挫折感を味わいながらも、なんとか、森田を励まして、峠まで強行しようと雪の道を先に立って歩き出し、森田が動けなくなると、寒木の根元に座を作り、 そこで森田を守って、夜を明かす決心をし、すぐと落としてしまう森田が投資しないか気遣いながら、秋子自身は月夜に映し出された氷の山々の大パノラマに感激し、宇宙天な幸福感と満足感に浸ったという。梅園では、この描写はわずかに二行足らずで、名文には違いありますまいが、私のあの夜の感銘からすればあまりにも足らない。 死文字に思われますと述べている。警察に保護された後、森田は夏目漱石宅に身を隠し、秋子は友人の手配で新州松本郊外の農家で静養した。この事件により、慶州文学会は頓挫し、事件の後始末を任された夏目漱石と馬場子長は解決策として平塚家に結婚を申し出、 結婚など考えていなかったアキコに呆れられた。事件の翌年、森田は売園の連載により有名作家となり、アキコは1911年に政党を創刊して女性運動家平塚来鳥となった。1915年には時事新報に壊れて新珠未遂事件を来鳥側の視点で描いた峠を連載したが、つわりにより中断し密間に終わった。 ありがとうございます。